福島東介2月2日1925年7月6日は、青森県弘前市の醸造家、実業家、福島酒造会社、不明醸造株式会社、道の区製紙株式会社、株式会社北日本農園、弘前印刷株式会社の創業者。かつて、吉野桜の製造が行われていた、吉野長連が倉庫2017年撮影かつて、 不明マサムネの製造が行われていた建物2012年撮影、東助が大工から酒造業に転業した1896年は、日清戦争後の後継機の波が、青森県弘前市にも押し寄せているさなかであった。国の流れは、軍備の強化へと向かい、同年9月に、第8師団の弘前設置が正式に決定、翌年10月10日に、師団司令部が設置された。 廃藩によって賃貸していた広崎の経済界や市民はこれを大歓迎した。また、1894年12月1日には青森広崎間の鉄道が開通し、市団設置のための資材の輸送などに大いに貢献した。この時期津軽地方は豊作が続いたことも幸いであった。後継機の中酒は大いに売れた。しかし1897年の 酒造法制度改革により、自家用酒の醸造が全面的に禁止となった。自家用酒の委託醸造を主な仕事にしていた東介に、とっては、死活問題であった。友人、白沢長之助と話し合いの末、対策として販売酒吉野桜のみで経営を行うため設備を整備、拡充することを決める。東介の大組狙い同期の死、平田は一の圧線で、 赤銀行から融資を受けることになり、試練を乗り越えたスケは、事業の足元を固めていった。スケが、純粋公募情報の研究に明け暮れていた1904年、日露戦争が勃発し、日本の勝利で幕を閉じた。これによってさらに酒の需要が高まることとなった。工程を短縮でき需要に素早く応えられるこの、情報は、スケに莫大な利益をもたらした。 ト介スケは得られた資金を元手に大規模生産に乗り出すことを計画、現在の吉野町に工場を移し増設する。土淵川が流れ、水が湧く、地形、地団が設置されてからの発展ぶりに着目したのである。その後ト介スケは、当時広崎市街であり地下の安かった、清水村とダメ山にも進出し、不明醸造株式会社を建設する。 第八師団が設置された地であり、今後の発展を見込んでのことであった。また1914年に勃発した第一次世界大戦でも戦勝による後継気がもたらされることになった。当初300国から始まった、東介の酒造りは、3度の戦勝迎や交通網の整備による販路の拡大に後押しされ、2つの酒造工場を合わせて、年間の1万国を達成した。 福島醸造で作られた吉野桜は県内のみならず北海道方面にも移出され、不明醸造による不明正宗は関東方面にも移出された。また、小樽市港町に支店が設けられ、札幌市南四条には青森県物産館が建てられた。このように急発展を遂げた事業において増築や整備のための莫大な資金が必要であったが、 関銀行をはじめ59銀行、津軽銀行、広崎銀行などとの取引により資金調達は速やかに行われた。東助の伝記を記した船水清は、自流の波に乗って築き上げた福島会社の信用が、ものを言ったのだと思われる、事業家としての彼の資質が優れていたことはもちろんだが、彼のようにまた自流の波を一波二波三波と、 巧みに乗り越えながら成功した人間も少ないと思う、と述べている。酒造会において、異業を成し遂げながらも54歳で急成したため、唐介の死は、実に、酒造会の一大損失であると報じられた。唐介は、2週間から1ヶ月かかる、酒帽を使った酒造りに変えて、工房を使った3日ほどでできる酒造りを目指していた。 その研究が行き詰まりを見せていた1903年、東介は出張中の東京で、純粋工房情報という新聞広告を見つける。広告主である溝端久太郎に会うため、和歌山県名字村にある溝端工房研究所へ向かう。二人はすぐに行き統合し、東介はその日から2週間滞在し、工房作りの指導を受けた。 その後二人は、広崎と和歌山をたびたび行き来し、時には夜明けまで語り合ったという。溝端久太郎に学んで、以来、東助は、純粋工房の海にて仕込みを行った。こうして、溝端久太郎の協力を得て、当時としては、画期的な四季醸造を行うことが可能となった。季節を問わず生産できる、この醸造方法は、計画的な生産と、 大幅なコストダウンを実現した。大正末期から昭和30年代まで、酒造会において試行錯誤されていたが、すでに唐介は明治期より着手しており、まさに革新的な試みであった。その他、唐介は単に培養工房を醸造に応用したのみならず、工事製造にも自ら純粋培養した酒工事を使用した。市販のものも使用したが、 メア製のものに比べると成績が劣った。また、ト介スケの実験によれば、一種類のみの酵母を使用するよりも、数種類の酵母を混用する方が、成績良好であるように感じられたため、醸造協会のものと自身ものを混用していた。もろみに基盤酸を添加する方法を用い、その応用と普及を行った。福島酒造株式会社では、青森県米をおもとし、 その他、北や山形両県の両室米を使用していた。不明醸造株式会社では1933年に亀の王、報告3号という品種の米を使用していることが確認できている。亀の尾は明治末期から秋田県はじめ東北地方で広く栽培された品種で、報告も秋田県から宮城県仙北地方で大正初年から栽培された。の 亀の尾は、守護と麹米に、やや皇室の広告は、もろみの掛け米に用いるべきで、地方産米であっても、品種の特性を活用した、醸造技術を取れば有料種の製造は可能であると、され、東北酒造業の暗黒時代と呼ばれた、明治末から大正初年にあって、両品種は酒造公的米として、米の問題によって一時期を隠すると評価された。 重げから吉野町へ移転した理由の一つには、酒の改良上、従来の井戸の水に欠点を発見したことがある。福島酒造株式会社では、校内2カ所の井戸水を使用。水質は、軟水で、水量も豊富で、四季を通じて変質することはなかった。聖書、吉野桜は、全国や東北、北海道の品評会において、 出品の都度優等賞や特選に入賞していたようで、あるが、東助の工場で製造された製酒の受賞歴のうち、確認できたものは、下記の通り。東助が建てた二つの酒造工場へ安定した電力を供給するために、1923年に建設された水力発電所。建物は、広崎市上月沢関根3031に現存する。 この発電所の完成によって、東助が開発した式季醸造法を本格的に稼働させることができるようになり、酒造りの品質向上と均一化が達成された。工事が着工したのは1921年であったが、硬い岩盤と三度の水害のためになかなかはかどらず、走行費は75万円を超えたと言われ、3年目に完成した当時は、一時会社の運転資金にも、 困るほどの大事業だった。変電所、跡地2012年撮影脇川、福島発電所から送られてきた高電圧の電気を低い電圧に落とすために、富士見町に建設された変電所。2つの酒造工場へ電力を送り届ける役割を果たしていた。現在この変電所がある、私有地は、ソメイヨシノを主体とした約1ヘクタールの林地となっており、 桜の名所としても知られている。ソメイヨシノの樹形が本来の状態で保たれていることから、1991年2月19日に保存樹林に指定された。明治期に全国的に養蚕業が奨励され、広崎市でも養蚕、生紙旗織りが進められていた。そこで東助は19、1919年に広崎市清水戸田に道のく生死株式会社を設立し、 上造の他の異業種の一つとして経営に乗り出した。会社の資本総額は20万円で、キートと3種の製造販売、創病の製造販売、産資業に関わる付帯事業などを行った。1930年のキート大暴落の影響を受けて会社は解散し、その後、会社は大株主の一人、成田正氏の進むによって乾燥リンゴの製造を行うようになった。 事業のためにレンガ作りで工場が建設されたが、減損しない。1913年に津軽地方が、協作に見舞われた時の体験から、食料難への備えや食料物資の節約合理化のため、富士見町に人造米の製造を行う会社を設立した。同社で製造された人造米は、小さく刻んで特殊な熱処理で乾燥させたジャガイモを、 米に入れて炊き込むというものであった。しかしこの事業は当時としては飛躍しすぎており、失敗に終わった。長安クラブ跡地2017年撮影1920年に、広崎で開催された第5回大うろく、県連合聖主品評会のために、東助が建てた施設の公開堂。当時、広崎には多人数を収容できる会場がなかったため、東北でも醸造家として、名を馳せていた。 トースケ自身が資材を投じて建設した。130坪の土地に7万十9軒の木造銅板武器平屋造りであり、総工費4万円の高層なものであった。着工以来わずか40日で昼夜兼業して完成させた建物であるが、内部には150畳時期の大広間を中心にして、幅1軒の縁側が巡らしてあり、北側には床の間、南側には舞台がしつらであった。 床の間には、広崎出身の日本画家、野沢女王による家け軸が飾られた。長安クラブは、品評会のご一般開放され、結婚式、演芸、坂道その他の諸会合に広く利用され、市民の社交場として大変親しまれた。その後、広崎市吉野町にあった建物は取り壊され、跡地には、広崎保健所が建っていたが、やがて保健所の建物もなくなり、現在は、 レンガ作りの平のみが当時の面影を伝えている。東助がこの建物に長安クラブと名付けたのは、東支線にある徒歩の理白一等歌百編、長安史上しか眠るの死を好んでいたためと言われている。1872年に建てられ、市民に親しまれてきた劇場、まさきざが1917年に消失した。市民の期待と町内の繁栄のために、 劇場の再建が計画され、名称が広崎座と改められ、株式会社となり、東助が初代の社長に選ばれた。元寺町に建物が存在したが、現存しない。東助は、中央劇団でも有名な長谷川官兵衛に劇場の設計を依頼し、1919年に落成。総坪数260坪、天井まで27尺、客席は、 イからな思考が施されていた。全面洋館、本屋作りで総工費は三万六千円。コケラ落としは、東京歌舞伎座の大看板、松本幸四郎一行による地方では稀に見る豪華な公演であった。その後も、女木田優、竹本綾之助一座の来園、芸術座の生けるカバネー堂復活、活動写真の上映、浅草歌劇のオペラ座公演など、 多彩な工業を続けた。実業家としては、1919年、堀越村に北日本農園株式会社を設立するほか、同年相良町に広崎印刷株式会社を設立した。東介の構想した事業の一つに、鉄道事業がある。1912年8月15日に、広崎黒井間の鉄道が開通したものの、広崎から大和や藤崎方面へは、 交通が不便であったため、広崎大和に、藤崎間に電車を通そうと考えていた。また、菊池武則が、広崎尾野江に、鉄道敷設を計画し、1924年に、組織会が開かれた際には、藤助は真っ先に参加し、大いに協力的な態度を示したが、鉄道の実現を見ないうちに藤助はこの世を去った。また藤助は、広崎商工会長、 広崎商業会議所常議員、広崎伝統株式会社重役など様々な要職についていた。ありがとうございます。